はい、後半の動画拝見しました。まあ、ナミさん言われた通りでですね、なんかそのできてるんですかっていう、その A さんに対しましてはビジネス的にできてますね。だからすごく気が合うというかね。で、久保哲郎と仲良くなる方法ってタイトルなんですけども、まあ、なんて言いますかね、気持ちを私に押し付けてくる、押し付けてってあれですけどね、訴えかけてくるというよりも、どちらかというとね、まあ、実績とか活動で私の 気を引くことを先にした方がいいと思うんですよ。まあ、私ビジネス塾もやってるわけですから、まあ、とにかくね、稼げる女性であることじゃないと、まあ、ちょっとね、私はね、目を向けないと思いますし、あと、まあ、怠ける人とかも嫌いなんですよ。笑ってる身分じゃないって私よく言いますよね。笑える立場じゃないって。だから、あるところまで極めたんだったら、まあ、そうやって過ごすこともできますけども、なぜかね、余裕がない人が余裕をしてるわけなんですよ。まさにね、その自分の身を立てられない人が私の動画を見て、一方的にね、私の姿だけとか自分の好みに合ったからって言って私にアプローチかけてくるってのは非常に迷惑なのは、お前は何者だよって話なんですよ、ね、もう全くそういうことをする人ってのは私の真意を全然受け止めてない人なんで、まあ、全くだからね、迷惑なだけなんですよね。で、以前の私だったら違いますよ。10年くらい前だったら誰でもおいでだったかもしれないですよ。だらしない人間だったんでね。でも今はそうじゃなくって、きちんとスタンスも変えて、この生活も作りながらね、まあ、それからあらゆる誤解を排除しながらやってるわけなんですよ。それが分かっていたら、久保さんの家まで行きますみたいな言葉をね、私に出してこないと思いますし、しかも前警告の動画、半分、ナミさんへの返信動画半分でそれを送ってるのを見てそれをやってくるわけですからね。だからこれはね、大説教ですよ。これは笑顔ですけども、そういう人は全然ダメです。人の平穏な暮らしとかね、向かおうとしてるところの足を引っ張ってるわけじゃないですかね。これね、その A さん見てくれてるかどうか分かりません。 A さんと実は B さんもいるんですよ。これが C さんはすいませんでしたって離れて行ったんですけども、チャンネル解除もしたみたいですけどもね、そこまでしなくていいんですけども、まあ、他の誰かね、イケメンにいたのかもしれませんけど、ちなみに私48歳ですからね、48歳、昭和47年生まれですから、この年齢を聞いてね、びっくりするでしょ。35ぐらいだと思っちゃダメですよ。もう48というね、とんでもない年齢になってるわけですから、言ってみればちょっとおじいちゃんみたいなわけなんですよ、ね、だからこういうおじいちゃんみたいな人でも大丈夫という人は多分世界にね、私の奥さんだけしかいないと思いますんで、諦めてくださいね。私がまだね、独身だったら分かんないですけどもね、そんなことはないんで、それよりも何よりも、先ほども言いましたけどもね、アプローチも結構ですけども、アプローチで落とせる人間がどうかよく考えてみてください。逆ですよ。私に有益なコンテンツをこれやりました、作りましたって送ってきて、あれ成果出てるじゃんこの人、何どうしたの、お賢いじゃん、お稼いでるじゃん、頑張ってるじゃんって思ったら、それは気持ちが動くかもしれませんけど、あくまでビジネス的にね。恋愛的にはもう全然私はもうエネルギーがゼロですから、奥さん以外にはゼロなんですよ。100対0ぐらいですからね。ゼロにいくら立ち向かってきてもダメですからね。私はもうこの完全にイエス・キリストみたいな政治になってますんで、残念って感じですよね。で、まあ、ナミさんも言われてましたけども、どうやったら久保さんのお役に立てるだろうかっていうふうに考えてくださることがスタートですよ。その後にどういうふうな関係になるかってことが積み上がっていくんですよね。例えばドリームアカデミアっていうのは成果を出した方を取り上げていくんですよ。だから成果が出なかったら取り上げてもらえないんですよね。で、まあ、コンテンツの提供とか私も やらせてもらってますけども、やっぱある一定の成果、例えば私の場合だったら自己アフィリエイトで1億円っていうものを吉谷さんと一緒に、まあ、吉谷さん見てるだけだったんですけども、私が過ごした3年間で作ってるのを吉谷さんずっと見てきてね、麻雀店の親父がなんかね、ビジネスやりだした、いつ終わるのかな、いつダメになるのかなと思ったら、なんか一番生き残ってるみたいな感じでしょ。で、億万長者合宿みたいなこともやりながらも、もうすでにね、3000本ぐらいの動画をね、やり取りしてるっていう、これただもんじゃねえぞみたいなね、誰だこのおっさんみたいな、もうすぐ50になろうとしてんのにこの体力はなんだみたいなね、そういうふうに一目置かせるぐらいのことをやってきたから、まあドリアカの特別講師にも、まあ、なってるんじゃないかなと思いますよね。で、私の場合はね、希望する方はどんどん取り上げていって、で、その方の可能性を広げていこうかなと。特に私のメディアってのは大きめなんでね、ビジネス系の中では。私の動画の中で紹介したという実績が多分皆さんの役に立つと思うんですよ。ね、麻雀店から3年間で1億円以上稼いで、その後投資でね、うまくいって家を一括で買うとかね、なんか今車も3台も買っちゃいましたとか。まあ、車を買っただけが自慢じゃないんですけども、なんせ24時間自由な時間を過ごしてきて、もう子育てもフルスイング。ね、もう恋愛もフルスイングで
家庭生活超円満を目指してやってるわけですよ。しかも、まあ、老後の、ね、蓄えもしてる、海外に拠点も築いてるみたいな、ここまで理想的なね、48歳なかなかいないでしょうっていうところですからね。まあ自分で言うのもねあれですけども、私が目指していた48歳にピタッとハマったんで、そういうことを言うんですけどね。いやまだまだだなとははっきり言って思わないんですよ本当にまだまだの部分はこれから10年間かけてどんな58歳になっていこうかなっていうふうな、これからの計画になるんですけどもね。まあちょっとその計画軌道修正が必要になってきましたけどもね、まあちなみにね、まあ、大和くんという子供はもうすぐ2歳になるんですけどね、来年からでしょ、不妊治療にはちょっと補助金も出るということなんで、私は所得をね帳面上グッと落としてその補助金が受けれるところまで減額した状態ですから、今その補助金を使って私はね、菅総理ありがとうと、もう一件考えようかなと思ってますけどね。だからこういう体制に入ってますんで、横からね、恋愛感情を持ってこられる女性は全部排除、もう私の敵ですからね、そういうのもう波紋状を叩きつけますからねって言ってね、速稼塾の塾生であってもらっても困るというところでございます。速稼塾の塾生ならば、自分の恋愛を探してもらいたいなと思います、うん、はっきり言ってね、稼いでる、浮気をしない、奥さん大好き、家庭大事、子育てもしっかりして時間も有り余るほどあって、で、趣味がないで最後が大事ですよ。趣味がない男ってのはすごくいいんですよ。でそういう人はなかなかいないですから、だからなかなかいないから探しに行ってくださいってことですよね。はい、いろいろと申し上げましたけども、ナミさんの動画前半後半ともにものすごく的確で、うん、その通りでございます。これをね機に考えを改めて真っ当にビジネスに取り組んでください。その情熱があれば一山当てることは可能です。いってらっしゃい。